人間が人間たるゆえん、人間という存在や人間の生み出した文化について探求する学問がヒューマニズムの語源ともなった古代ローマで生まれたフマニタス、人文学です。1900年設立の旧制第六高等学校に文化を発足以来、岡山大学文学部は人文学における高度な知を培ってきました。誰しもが抱く人間や文化について学びたいという純粋な気持ちに応えたい、岡山大学文学部は豊かな教育内容と多様な教育方法によって本格的な学問の世界に皆さんを誘います。岡山市街地を一望する緩やかな半田山丘陵を背景に、広大な敷地、豊かな自然環境に包まれ、岡山大学対馬キャンパスは位置しています。海外からの留学生も多く、国際交流も盛んな中四国屈指の総合大学です。岡山大学文学部は人文学科の一学科生、入学後に時間をかけて自分が専攻したい分野、領域を決めることができるのです。いろんなものに興味持てるけど、でも入る時からもうすでに決まってしまってたら、専攻がもっといろんなものを学びたいなって思って、でその時に岡山大学文学部っていうのは本当いろんな専攻を入ってから決められるので、今まで学んできた歴史ってやっぱり教科書通り、教科書に沿ったものをひたすらなんか覚えていくみたいなイメージっていうのはまあお持ちだと思うんですけど、やっぱり大学に入ってそれぞれもっと深い自分が興味を持ったことを自分が主体的に勉強できるっていう意味で、その歴史学、やはりその何といってもその様々なことを学ぶことができるのが岡山大学文学部の魅力だと思っています。でやはりそのそこで得た知識というのは働いた後であったりとか、またその生涯学び続ける上でも非常に重要だと考えています。常にその自身の常識にとらわれるんじゃなくて、まず自身の当たり前を疑ってみて、それで他者を理解したいって強く思うようになりました。1年生たちは多様な人文学の入門講座を受けながら、興味関心を好みのジャンルに注ぐと同時に、文学部の特徴である少人数教育を中心として学生主体の能動的演習に慣れていきます。そして卒論を目指して専門性を深めるために、哲学、芸術学分野をはじめとした5つの分野と各分野の区分としてのさまざまな領域が用意されています。岡山大学文学部の学びの大きな特徴が少人数教育です。これは1年次から4年次まで連続する演習系科目に特徴的で、そこではデータ収集力、論理的思考力、文章構成力などが寛容されて、学生たちを知の世界へと導いてくれるのです。一方、考古学領域では縄文時代から古墳時代に至るさまざまな時代の遺跡を発掘する体験ができ、過去の社会や文化を明らかにする調査研究の知識と技術を身につけます。もちろん考古学は世界へと羽ばたき、古代マヤ文明の謎にも取り組んでいます。 Why you focus the Joyce novel? I mean, I remember, you know, in school there was always a poster of famous. そしてネイティブの教師による英米言語文化学領域をはじめとした外国語の領域では、その地の文化や文学を肌で感じながら学ぶことができます。一方、文学部をはじめとして岡山大学では世界のまだ見ぬ国への積極的な海外留学をさまざまなシステムが支援しています。最後ですけども、中等者、これはもしご
quand vous avez commencé le français, qu'est-ce que vous avez aimé? Plutôt que d'apprendre la langue française. 3年時には学びの集大成とも言うべき卒論に向けて、担当教員の個別指導のもと、資料収集や論理的思考の構築などを高めていきます。そして課題演習による本格的な卒業研究を開始して、4年時の終わり、卒論を仕上げていくのです。疑問点、わからないこともっと調べてみたいことは、この想像されたもの、考古学は結構面白いです。発掘調査も大変だけれども面白いし、あとチームワークでやるので、いろんな技術が身につくというところも考古学のいいところだと思いますし、何よりも私たちの知らない世界をですね、物を通して覗くことができる。相手のことをいかにこう真剣に理解してやろうとするかっていうのは、文学作品を読みながら、この作者の考えていることは一体どういうことなのかっていうのを真剣にこうもう考えて卒業論文を書くという、そういう作業をすることによって、やっぱりその人の気持ちがやっぱり理解できるようになると思いますし、学生たちはほとんど身近な場所でフィールドワークをするんですね。本当に面白い話をいろいろ見つけてくるんですよね。だからそれは遠くに行くことだけじゃなくて、ほんのちょっと知らない場所に少し足を踏み入れるだけで、自分がこう狭い視野で生きてきたってことを気づかされる、それが面白さだと思います。何でも一つに打ち込むのはそれはそれで素晴らしいと思うんですけれども、気が変わってもいいじゃないってずっと思ってて、なので変化を恐れない、これだって思ったら失敗しても得るものは絶対あると思うので、非常にこう国際情勢も社会の在り方っていうふうなものも目まぐるしく大きな変化っていうようなものの渦にさらされているような時期だからこそ、やっぱり腰を据えて根拠に基づいて考え抜くっていうふうなことがとても大事だと思うので、大学教員として研究をしながら、ある時は鳥の目でバッとこう広く自分の研究対象を見渡して、それをこう分かりやすく専門外の人にも伝えるという、そのバランス感覚っていうのはいつも意識していたいなと思っています。秋から冬、対馬キャンパスは自然の彩りの変化を見せていきます。そして訪れる春、岡山大学文学部はまた新しい学生たちを迎えます。